はい、こんにちは、山森です。今回はね、骨格について体の歪み、あとはまあ骨盤の歪みですかね、このあたりと妊活の関係性についてお話をしていこうと思います。体の歪み、骨格の歪み、妊娠に向けて関係性あるんですか？そういう質問もよくいただくんですが、まあ、骨格っていうところの関係性はあると思っています。骨格、骨盤の歪みを整える妊活、妊娠に向けてのメリットっていうのはめちゃめちゃあります。その前に、まあ、体調を良くしていこうと思った時に、例えば体の内側からのアプローチっていうのと、外側からのアプローチっていうのがあると思ってください。内側からのアプローチっていうのは、食事とか栄養とかね、サプリメント、まあ、こういうもの摂取して体の中から元気にしていこうよみたいなのが内側からのアプローチっていう感じ。一方、外側からのアプローチっていうのは、例えば皮膚とかね、まあ、外側って皮膚あるじゃないですか、まあ、その下が筋肉とか、まあ、その下がまあ骨、骨格。まあ、この辺を調子を良くすることで体を良くしていこうよみたいなのが外側からのアプローチっていう感じです。体の調子が悪い時っていうのは、まあ、この食事とか栄養の状態が良くないから体調が悪くなるとか、あとはまあ筋肉ね、筋肉が硬くなったりとかして、硬くなることで痛みが出たりとかっていうストレスが出る。だから逆ですよね。体を良くしていこうと思ったら、この逆を考えていただくといい。食事の内容とか栄養の状態を良くして、体の内側から元気にしていこうよ。筋肉の状態良くしてあげて、柔らかい状態作ってあげて、痛みが出にくい、ストレスが出にくい状態を作ってあげる。体調を整えていくっていう感じ。だから、この骨格、骨盤の歪み、整えていくメリットっていうのはめちゃめちゃあるんです。体の歪みが大きいと強いとどうなってしまうのか。体をうまく使えない。使えないからストレスになってしまう。例えば、筋肉。体ってね、めちゃめちゃうまいこと作られていて、この骨格、まあ、骨盤もそうですけど、骨格がいいポジションにあると、正しい位置にあると筋力っていうのが最大限に発揮される。ちゃんと縮めて伸びる、最大限に発揮できるように作られているんです。それがいいポジションから崩れてしまったことで筋肉うまく使えなくなっちゃう。だから体をうまく使えない。うまく動かせなくなってしまうので、それを無理に動かそうとしちゃうから、筋肉ストレスを受けて、硬くなっちゃう。硬くなってしまうことで、ストレス、痛みとかに変わってしまう。腰痛とか肩こりとか頭痛っていうところもね、関係したりもしますよね。あとは筋肉がうまく使えないっていうことで、ポンプの働き、張力がうまく発揮できない、収縮できないっていう状態になっちゃうことで、ポンプの力弱くなる、循環が良くない、循環不全が起こりやすく、むくみが出やすいとか、それが冷えとかにもつながったりとか。骨盤だけじゃなくて、まあ肩甲骨、この胸郭とか、まあ、背骨とか、この辺が
歪んでて、うまく体が使えないと、呼吸、うまくできない。うまく、胸郭使えないと、うまく呼吸ができないと、酸素、いい酸素が体に入ってこない。酸素、当たり前に大事ですよね。いい酸素が脳に行くのと行かないの、酸欠状態だと脳の機能も低下しやすくなってしまう。じゃあ自律神経的にもどうなの、ホルモンバランスはどうなのっていう感じになってくる。歪みがなくなってポジション良くなって筋肉うまく使えて体うまく使える、その結果今お話したようなストレスとか解消できてって考えたら、めちゃめちゃメリットじゃないですか。妊活する上でもめちゃめちゃメリットになりますよね。だから私も施術の中で、まあ針はもちろんしたりするんですけど、それだけじゃなくてこういう骨格の調整とかも行っています。やっぱりこの辺も大事。二人目妊活をねされてる方、三人目の妊活とかっていう方はもろにこの辺関係してきています。出産妊娠めちゃめちゃ変わりますよ。体の使い方めっちゃ変わります。体の歪みを取って体をうまく使えるように、ストレスをなくすために整えていく、妊活のね一つとして取り入れてみてはどうでしょうか。